チキショー、せっかく釣り人から逃げ出したと思ったらよ。でっかいやつには飲み込まれるし、ヒゲの親父にはコテンパンにやられるし。ヒゲの親父？私のことですか。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、兵法のおもちゃ箱クリアして、次、どうすればいいんだ？噂で聞いたんですが、港に島みたいなものが浮かんでいるんですって。ここか、次に行くのは。港に島みたいなものが浮かんでる？港に？怪物だっていう人もいるそうなの。怖いわね。しばらく港へはお散歩に行けないわ。その港が一体どこなのかを教えていただきたい。まあ、情報収集していくか。マリオさん、ジャンボル島に行きたいんですか？それやな、きっと。ジャンボル島って、あの、遥か南にある島のことですよね。遥か南。キノコタウンからそこへ行く船なんてありませんし、泳いで行くしか方法がありませんね。え、無理じゃない？そんなことできないよ。もしも泳いで行く人がいたら怖いよ。めちゃくちゃ遠いんすね。どこか遠くへ旅をするときは、まずキノピオハウスで HP を回復するといいですよ。それからお店で忘れずにアイテムを買っておいてください。旅の途中には何があるかわかりませんからね。セーブしておくことも忘れなく。まあ私は今どこでもセーブができるんで。え、マリオさん、ジャンボル島に行きたいんですか？そんなことね。考えるだけも、あ、そんなことねってどういうことかと思った。そんなことねってことか。考えるだけ無駄ですよ。ジャンボル島なんてただの噂話なんですから。どうせ嘘に決まってますよ。何？存在自体が幻みたいな感じ？いや、ちょっとみんなさ、具体的な内容を言ってくれないかな。抽象的な、ふわっとした話しかないやん。あ、ここ港。え、初めて来たな。今まで通れたここ。ようこそ、港へいらっしゃい。波の音が気持ちいいでしょ。チャプチャプ言ってる。何これ、ちょうちんあんこうみたいな格好してるけど。毛虫がいなくなったし、釣りができないんだな。毛虫がいなく、あ、餌にするための毛虫ってこと？それは困るんだな。しょうがないから、別の餌にしようと。それ一人ごとで言う必要あります？めちゃくちゃ静かなとこやね。なんか、水がチャプチャプ言う音しか聞こえないよ。この前から島のようなものが港に浮かんでいるんですよ。ところがびっくりしたことに、この頃奥の桟橋の方に移動してるんですよ。もしかしたらもうすぐ陸に上がってくるのかもしれませんよ。マリオさん、様子を見てきてもらえませんか？港に島みたいなものってどういうことやねん。いや、マリオさん。この間、町に露天さんっていうバッジ屋が来たでしょう。実は僕、昔他の町であの露天さんって人に会ったことがあるんです。その頃はバッジでなくて、珍しい食べ物を売っていたんですよ。露天さんの隣には美しい奥さんがいましてね。見知らぬ町で二人で力を合わせて、一生懸命商売をしていましたよ。そういえば今は奥さんは見かけませんね。何かあったんでしょうか？お、もしかして過去シリーズに、もう出てきたキャラクターってこと？なんかキャラクターのそういうストーリーもあるんすね。そういえばさ、見えないブロックとかないっすか？てか何ここ？クラブ？クラブ？なんか、すごいこの場に似つかわしくない感じの。はい、セーブしときましょう。ね、入ってみよう。え、入れんのかい？待って。入れる。おー、大人な雰囲気っすね。私はこのお店の歌姫。どんな歌でも完璧に歌いこなせる自信があるわ。でもそんなこと思っていたのも、もう昔のこと。キノコ嬢が飛んでいったのがあまりのショックで、それ以来歌を歌えなくなってしまったの。歌姫と呼ばれるのに、歌を歌えない私。おかしいわね。かわいい見た目。私は作詞家です。歌を忘れた歌姫のために詩を書いています。素敵な詩ができれば、きっと歌姫は立ち直れると信じています。あとは最後のフレーズができれば完成です。また来てくださいね。お、その後何か動きがありそうな感じっすね、これは。いらっしゃいませ。兵法たちがおとなしくなっても、相変わらずお客さんが来ません。お客さんを呼べるような何か楽しいことがあればいいんですけどね。
こんな時こそみんなで楽しくやって元気を出さなきゃ。なんかちょっと見たことないタイプのキノピオだな。港に何か変なものが浮いてるんですよ。ああ、これじゃあ町の人たちは気味悪がって余計港に来なくなりますよ。解決すればいいんでしょ、私が解決すれば。なんか書いてる。今日のメニュー、船乗りのスペシャルランチ、キノコのパスタ、海の幸のスープ、海の幸のサラダ。美味しそうなんだかどうなんだかもよくわからんけども、この頃港に変なおじさんが来るんですよ。お宝がどうとかブツブツ言いながら水平線を見つめてるんです。あ、魚泳ぎよる。ほら、今もそこの奥にいますよ、変なおじさん。お、こいつか。お、ん、私かね。私は世界中を冒険している旅の考古学者、チャールズだよ。おお、チャールズ先生。そういう君はマリオくんじゃないか。こんなところで何をしているんだい？私は新しく発見した謎に挑むため、遥か南の海にあるジャンボリ島を目指しているんだよ。おー、ご一緒させてください。何でも島の火山の洞窟に古代のお宝が隠されてるらしいのだ。だがその島に行く方法がないので困っているところなのだよ。あ、方法を知ってるわけではないのか。どうしたらこの海を渡ることができるのやら。アラビ遺跡の発掘や調査は手伝いの者に任せてきたんだよ。ん？マリオくん、君の持っているその置物、そいつはもしやアラビ遺跡の重要な手がかりになるのでは。それを調べればアラビ遺跡の謎が解けるかもしれん。マリオくん、頼む、お願いだ。それを私に譲ってくれないかね。変な置物？ほう、いいけど。どうぞ。ありがとう。恩に切るよ、マリオくん。これでアラビ遺跡の謎が解ける日が近づいた気がする。これは天才考古学者としての私の勘だがね。そうそう、お礼をしなければ。これを受け取ってくれたまえ。おう、星のかけら、ありがとう。それはカラカラ砂漠で見つけたのだよ。私には必要ないからね。さあ、新たなる謎を解くために、目の前の問題を片付けようではないか。あ、それを渡したことによって、カラカラ砂漠の方に帰っていくというわけではないのか。これ？島。え、これクジラじゃない？濃くない？絶対クジラやって。痛い痛い！何するんですか？ほら。あ、乗せてってくれる？もしかして。え、目飛び出してるけど。おう、何かと思ったら大きなマグロだったのだな。マグロ？むぐふぅ、マグロじゃないですよ。僕、クジラなんです。なんでこんなデザインにしたんやろ。絶対目、位置おかしいって。それはともかく、お腹の中で何かが暴れて痛いんですよ。いたたた、助けてー。ん？そこのマグロ苦しそうだな。人の話を聞かないな、このおじさん。マリオくん、ここは一つ、そこのマグロを助けてやってはどうだろうか。マグロじゃないですってば。それはともかく、ちょっとお腹の中を見てきてもらえませんか？お願いします。溶けないだろうね、私。お腹の中で何かが暴れてて痛いんですよ。早く助けてください。見えない。なるほど、こんなとこでも役立つんだな。うわぁ、誰だ。いきなり明るくしたらびっくりするでねえが。いや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 。人の腹の中で何やってんだてめえ。かわいいけど。なんだおめえ、オラとエロ中だか。えい、このオラにやり場のない怒りを受けるといいだ。なんで怒ってんの。何の怒りな、毛虫？毛虫だって。毛虫がおらんくなったけん釣りができん。釣りができんというか、なんか言いよったよ。あ、間違えた。間違えた。話すタイミングを。おい、ジャンプがメインだわ、こっち。うわぁ、なんてことしてくれんだよ。自信ハンマーしかねえか。え、こっちは空中だろうが地面だろうが攻撃できるんだよ。ちょ、次こそ。よし。
何なの、速攻で戻っていって、お、落ちてきた速攻で戻るやん。はい、地震ハンマー。しかし地震ハンマー弱い。ちょ、ビリビリアタックで頑張ってもらわんと。でもこういうの意外と体力ある気がするんよね。よし全然体力なかった普通にやっつけた、イエーイ。お、レベルアップ。さーて、ここはどうしましょうかどうしましょうか。うーん、もう技たくさん使いたいんだけども、バッジをたくさんつけたい。 HPHP な。HP とりあえず40にしとくか。いででで。チェキショー、せっかく釣り人から逃げ出したと思ったらよ。でっかいやつには飲み込まれるし、ヒゲの親父にはコテンパンにやられるし。ヒゲの親父？私のことですか。全く踏んだり蹴ったりだって。マリオさん、僕です。クジラです。聞こえますか？なんかお腹が痛いのが治りました。おかげで気分は最高です。おうおうおう、水を増やすな、水を。水を吸い込むんじゃないよ。あ、上から出たー。あけ虫も出てきた。おめえか。ほら、食っちまいやがった、とんでもねえやつは。なんてやつだ。いきなり飲み込まれて死ぬかと思ったの。ごめんなさい。口を開けてお昼寝してた時なんです。まあ、今回は許してやるけども、これからは気をつけることだな。偉そうだな。ああ、ヒゲの親父も結果的には助けてくれた案がてよ。じゃ、バイバイ。そこの釣り人にまた捕まるんじゃねえの？お、大丈夫か。ふう、これですっきりです。ありがとうございます。何か恩返しをしなくちゃいけませんね。そうだ、僕マグロは、じゃなくて、クジラは泳ぎが得意なんです。自分で間違えるなよ。これにどこへでも好きなところへ連れて行ってあげますよ。今、どこへでもと言ったかね。結局あれかい、君も行くのかい。それならマリオくん、私と一緒にジャンブル島に行こうじゃないか。いや、ぜひそうしてまえ。あの島はいいところだよ。これは私の勘だがね。行ったことないんやろ。マリオちん、さっき星の子がジャンブル島に星の精が捕まっているって言ってましたよね。ちょうどよかったですね。このクジラちんに乗せて行ってもらいましょうよ。え、ジャンブル島？ええ、知ってますけど、あそこには大きな火山があって、とっても危険ですよ。それでも行きたいんですね。はあ、わかりました。それじゃあ準備ができたら、僕に話しかけてくださいね。何その行きたくなさそうな感じ。ねえねえ。ケムシ逃げてったけど、特に何も内容は変わらないかい？うん、別に変わらないね。あ、クジラが出てきたことに関しては全然話せない。なんだ、クジラだったんですね。誰ですか、怖がっていた人は。僕？そうだったかな。めちゃくちゃ怖がってたじゃねえか。露天さんの奥さんはどうなったんだろうか。いなくなっちゃったのか。クジラに乗って島に行くんですか。ああ、夢みたいな話ですね。誰も住んでいない島で、のんびりと暮らせたらいいだろうな。ああ、マリオさんが羨ましい。誰もいない島とか絶対嫌なんやけど。寂しすぎん、普通に。私は賑やかな場所がいいです。マリオくん、ジャンブル島行くときは声をかけてくれたまえ。行きますよ。ジャンブル島へ行きますか？はい、行きましょう。おっと、私も乗せてくれ。正面向いたら小さいな。よーし、それじゃあジャンボル島に向けて出発。マグロに乗っていけるとは。何、ちょっと読めなかったんですけど。カモメでかくね。
ちょっとなんかよくわからないんだけど、こう。ちょっと感覚がよくわからないんだけど。ステージ5、南の海のジャンボル島。お、女の子やね、今回は。星のせい。ジャングルって感じ。キノコタウンに帰りたいときは僕に話しかけてくださいね。了解です。いやー、とうとう来たね。ここがジャンボル島か。ふんふん。ほう、見なさいマリオくん、遠くにグツグツ火山が見えるよ。ささ、こうしていられない、大至急でレッツゴーだ。ゴーゴー。これ何？え、え、何、どういう状況？え、何、どういう意味がわからない。このハートは回復のハート？それすらもわからないんだけど。いやー、誰か助けてー。何何何何、おじさんか。これもなんかなりそう。音が鳴る、かわいい。お、こんなところに。全然助けに行く気ないやつ。敵を避ける。少しの間避け避けになり敵の攻撃を受けなくなる。いや、それはそれで結構大事なんよなー。とりあえずビリビリキノコ捨てて。いや、避け避け状態はさ、結構あの、ボスとかの時に役立つよね。手紙があった。え、誰への手紙？ちょっと待って。あ、二つあるやん、手紙。栗村の栗パパへ、パレッタを連れていると手紙を渡せる。テレサショップにいるクラウスへの手紙。ふんふんふん。で、何やってんだ？何やってんだ？よし。これはトゲトゲなわけではないのね。ダメージは受けないですね。お、結構弱い。何？何の連打あれ？あれ、連打成功せんかったらもっと攻撃されとったってことかな。初めてなんやけど。よし。大丈夫か？いい、助かったよ。ありがとう、マリオくん。単独行動危険じゃね、おじさん。さて、気を取り直していくとするかね。やっぱり突っ走るんだけど、一人だ。なんかあれよね。めっちゃ触れそうな植物いっぱいあるんやけど。これジャンプできるか？おー、受ける受ける。すごーい。でも、ここまでしか受けんけど。え、ねえねえ、ここまでしか受けんねえけど。ずっと乗っとったら、なんか、あのコインあたりまで行ける？いや、絶対無理やわ。どういう？お、ヨッシーズビレッジ。ヨッシー村あるやん。いや、こんにちは。ここはヨッシー村です。グツグツ火山に行きたい？火山は村の東にあるけど、道がないから行けないよ。それに噴火しそうだから、近くに行くのはよした方がいいって村長さんが話してたよ。ほう。村の東だね。村って言うけど、なんかめちゃくちゃ、波が押し寄せる。何今のひよこ。やあマリオ、村で一番大きな木の上にいるキューちゃんたちにはもう会ったかい？なんか当たり前のように友達のような話かけてくるけど。この島って、あれじゃない？伝説みたいな感じでしか語られてない島じゃなかった？そんな島まで、マリオのことを当然のように知ってる子たちが。たくさん住んでるんだけど、一度も下には降りてこないし、話す言葉もわからない。不思議な連中なんだよね。島の主、ビッグキューちゃんのお使いだって噂だけど、本当かね？
そのビッグキューちゃんとやらが今回のボスってことかな。おやおや、こんにちは。マリオさんじゃないですか。ジャンボル島にようこそ。この島はどこまで行ってもジャングルばっかりですよ。暖かいから住みやすいですけどね。まあ暑くないんならね。でも火山があるんじゃなかったっけ。あ、かわいい。ようこそマリオさん。私がこのヨッシー村の村長です。ちょっとでっぷりした感じ。ほう、グツグツ火山へ行きたいのですか。火山の入り口は普通では行けないところにありますからな。村の東って言ったけど、今東側、あったね。出入り口あったね、普通に。それに、火山の活動が活発になってきてるようなので、近づくのは危険だと思いますよ。いや、それでも行きたいんすよ。お、これはテーブルと椅子ってことかな。村長の友達です。こんにちは。村長は子供の頃から責任感が強くって、みんなのリーダーだったんですよ。だから村長になるって聞いても、全然不思議ではありませんでした。おう。別に何もないな。こういうとこに何もないな。で、これは何？特に何でもないの。そんなことある？何でもなさそうやね。ただの飾り？待ち合わせ場所とかに使えるかな。よし、こっちね。こんなところに。ここもまだ村の一部？こいつらか。キューちゃん。キュー。キキキュー？推しのお告げ。マリオ、この島にやってきた。マリオ、ビッグキューちゃん様に会いに行く運命。キューキュー。喋ったぞ。キキュー？お前、ビッグキューちゃん様が言ってたマリオ？普通に分かる言葉も喋るじゃないか、この子たち。ふえ、そういう降り方もできるのか。僕たち仲良し5人組。いつも一緒、どこでも一緒、いけないことも一緒だよ。今日は5人で考えた秘密の計画を実行に移す日なんだ。仲良しの5人だけの秘密、誰にも言っちゃダメなんだ。ワクワク。僕はジャングルの食べ物をお腹いっぱい食べようっと。めちゃくちゃ喋るやん。僕たち仲良し5人組、一緒にかくれんぼするんだ。村から出られないなんてつまんないよね。もっと広いところで遊びたい。十分広いけどね、ここ。ジャングルにも行ってみたいな。すごく危ないんだって。ワクワクするね。そういう危なす、ちょっと危なそうな感じね。かわいい、みんな全然喋れん。ああ、マリオだ。冒険しに来たんだね。すごい、かっこいい。一緒にいるのはマリオの仲間。いいな、僕も一緒に行きたいな。僕らは危ないからってこの村から出してもらえないんだ。おせっかい焼きのプクプクのおばさんがいつも僕らを見張っててジャングルに行かせてくれないの。あれがそうなんや。へへへ。でもね、僕ら仲良し5人組は危険なんて怖くないんだよ。怖いよ。これは話したな。こんにちはマリオさん。あっちにいるプクプクのおばさんとはもう話をしたかい？おせっかい焼きで有名なおプクさんって言うんだよ。子供たちの面倒をよく見てくれてさ、すっごく助かってるんだよ。子供たちには煙たがられてるみたいだけどね。ところでさっき、チャールズとかいう考古学者が一人で森に入っていったよ。グツグツ火山へ行くって言ってたけど、途中で道が途切れてるから誰も行けるはずないんだけど。道が？ダメじゃねえか。何か方法があるのか？僕たち仲良し5人組。遊ぶ時も怒られる時もいつも一緒なんだ。なのに今日はかくれんぼするから、鬼に決まった僕だけが一人仲間外れなんだ。チェッ。仲間外れなわけじゃないんだよ、それは。あ、マリオだ。よく来たな、マリオ。冒険に来たのか？なんなら俺たちが一緒についていってやってもいいぜ。俺たちがいれば怖いものなしだぜ。ジャングルに連れて行け。おせっかいなポクポクのおばさんがいつも邪魔するけど、俺たちは危険なんてへっちゃらだ。ちょっと偉そうな感じの子だな。いや、よく来たね。この島に誰かが来るなんてすごく珍しいな。この奥はジャングルだから危ないよ。入っちゃダメだって子供たちにいつも言っているんだ。
さっきも考古学者だっていう神のおじさんが向こうへ走っていったな。火山への道を探すって言ってたけど、危ない目に遭ってから後悔しても知らないよ。これがぷくぷくのおばさん。あら、お客さんとは珍しい。でもあいにくだけど話し相手にはなれないよ。このいたずら坊主たちが危ないことをしないように見張っているところなんだよ。なんだか子供たちが新しいいたずらを企んでるような気がしてね。おせっかい焼きのぷくさんとしてはそれを見逃してはいられないのさ。まあいい人なんだろうけども、確かにああいうのはね、子供の頃は邪魔やなって思うよね。しょうがない。うん、ここにもセーブポイント。なんかキノピオおった。これ扉？あ、ここあれか、キノピオハウスってこと。なるほどね。なんか壁低いし屋根ないし、どういう状態。ここはもうあれかな、フィールド上っていうことになるんか。あぎゃー、キー、おたー